はい、ハーレーダビッドソン、VRSCA ですね、通称 V-ROD と呼ばれているオートバイの紹介です。ここまで、でかいものになってくるとですね、私が普段言っているような感じでオートバイと言ってしまうと、なかなかちょっと語弊が生じるかもしれないんですけども、いつものようにですね、ハーレーダビッドソンで若干こうメモを用意しながらやらせていただいているんですけども、ご勘弁ください。で、2002年の初期のモデルですね、ちょっと置いちゃおう、これ2002年の初期のモデルです。売りとしては2003年の方があるらしいんですけども、この今私のここの目前にあるVロッドですね、非常に、カスタムがいろんな箇所に施されています。で、いろんなカスタムといってもですね、かなりカスタム箇所多いんで、私はちょっと説明を漏らしてしまうところもあるかもしれないんですけども、それはご容赦ください。で、パッと見で、分かっていただける方も非常に多いとは思うんですけども、まず外装ですね、こういう外装ですね、塗装をされています。フロントフェンダーと、ラジエーターカバーですね。で、それから、ここのサイドカバーというんですかね、こちらと、ダミータンクのカバーですね、あとリアフェンダーが、そちらから見るとパッと見塗装されておりますが、細かいところ見ると他にもたくさん塗装されている箇所があります。はい。で、これカスタムペイントなので非常によくできています。じゃあちょっと近くに来ていただいてもいいですか。ハーレーダビッドソンとこう書いてありますね。で、元々はこれ、ダミータンクの上アルミでできてます。で、アルミでできてるそのアルミムクなんですね。で、アルミムクをですね、磨きで鏡面にして、その上で、このようにですねストライプを入れて、で、またその上からこう塗ってるんですけども、こう文字抜きで入ってますね。ハーレーダビッドソンという文字が入っておりますね。みんなハーレーダビッドソンって言ってますけども、正しい発音で言うとハーレーデビッドソンですね。はい、ちょっとすいません、別にインテリ売りたいわけじゃないんですけども、ちょっとこういう高めの動画になると私も緊張するので、少しお茶を濁させていただいてますけど、で、私さっきから左手で触ってますね。こうやって左手って非常に敏感なんですね。で、物の凹凸とかをすごい感じることができるんですけども、このレターの上をこう左で触ってもですね、ほとんどそのバリっぽいものを感じないですね。非常に綺麗に塗装されています。で、こういうところもこれも塗装ですね。で、この押し出しの部分、ここですね、ここがこう凹凸があって押し出されてるんですけど、ここがこう抜きで、で、その裏側が、その下側がこう塗ってあるんですけども、これがですね、こう横から見るとこういう形をしてるんですね。こういう形をこうした盛り上がりになってるんです。で、こういう形をしたこの下の面、ここも抜きなんですね。これ穴が開いてるんですけど、こういう塗装って非常に難しいです。非常に技術のある人がやったんじゃないかなという気がします。で、もちろんこれも上から塗装で、リアフェンダーですね、これもラインパターンが入ってますね。はい。で、見た感じの塗装としてはですね、これだけのように見えるんですけども、ちょっとビデオじゃ非常に分かりづらいんですが、こうしたところですね、こことかですね、あとスイッチボックスですねのところとか、あとマスターシリンダーですね、ちょっとこちらに来ていただけますか。こうよく見てもらうとちょっとキラキラしてるんですね。これいやらしくない程度 のパールが入ってます。で、アルミ削りしてね、アルミのそのポリッシュの上からですね、このようにキラキラと光っているので、おそらく錆止めのコーティングの時にですね、クリアにちょっとパールを混ぜたんじゃないのかなと思います。で、ここもそうですね、ちょっと撮ってもらっていいですか。ここもそうですね。で、こちらもそうですね、三つ股のここも塗ってありますね。で、あとフロントフォークのアウターチューブ、これですね、これも非常に綺麗なキラキラが入ってます。で、ここもそうですね、全体的に入ってて、で、金色の飾り石がついてます。これ合わせホイールじゃないです。普通のキャストのホイールに飾りネジ、飾りボルトが入っている感じですね。これ金メッキされてます。で、フロントフォークのこの、キャリパーサポート
のところですね。ここのボルトも金メッキですね。金メッキだとやっぱりそのバラしたりするとき非常に気を使いますね。とてもあのこうメッキ剥がしちゃいけないと思ってこう気を使っちゃうんですけども、あのもしやるときはですね、あのこれトルクスですし、あの自分でやろうとしないでぜひプロショップに頼むか、東方の方にお問い合わせください。はい、でこちら側だけではもうやたら説明するとこがあるんですね。ちょっと前から行きましょうか。じゃあこちら側に立ってもらって、ヘッドライト、これキセノンが入ってますね。ちょっとつくかな。あ、そうか、鍵がありますね。今日は商品説明の日なので今日だけは私のバイクになってもらいます。はい、こんな感じでキセノンがつきますね。はい、でまあウインカー、これも社外品のものですけども、まあご覧の通りですね、 LED で点灯いたします。ちょっと今切りますね。はい、じゃあこちら側に戻っていただいてもよろしいですか。はい、で、まあ、ハンドル周りですね、先ほども言ったスイッチボックス、あとハンドル、グリップ、それからここのマスターシリンダーにミラーですね、ほぼもうフルカスタムなんです。なのであまりそのオリジナルのものが残ってないんですけども、初期型のですね、V ロッドにはですね、まあこれですね、ペダルの位置が本当はここについてるんです。ここについてたんです。でそれをフロントコントロールというんですかね、それをミッドコントロール、こちらにコンバージョンしてますね。で、これ自体はホットドッグのパーツかな、でできてます。この削り出しのこのペダルのところが非常にこういい感じですね。まあ、ちょっと後で映しますけど反対側もそうです。はい、でなんでミッドコントロールにしてるかなというと、まあ、私身長がですね、174センチあります。まあ、173って言ったり4って言ったりしてますけれども、体調によって身長1センチぐらい変わります。でそんな私がですねこう乗りますね。乗ってこう例えばここがですねフロントの方だったとすると足が届かないんですね。全然届かないです。まあ、ちょっと室内なんでスリッパなんですけど、ほら全然届かないですね。なんとかすれば届くんですけども、かなりの確率で、液パイに足が当たっちゃいますね。僕何度も液パイに足当ててやけどしてますけど、ここまでこう当たるとですね相当かっこいいやけどがついちゃうんじゃないかなっていうぐらい当たります。でそれをですねミッドにすることで、まあ、このようにですね日本人でもやりやすいんじゃないかなというようなポジションになりますね。でこれがですね白人そんなに足が長いのかという話があるんですが、そんなことないです。僕が思うにこう足が長くないと運転できないよみたいな構造にしたのは 100% 見えじゃないかなと思ってます。はい、それが非常に運転しやすいポジションですね。で、マフラー、あその他にこれです。なんだっけ、よいしょ、パフォーマンスマシンですね。パフォーマンスマシンの、マスターシリンダーで、それからリアはキャリパーもパフォーマンスマシンです。でフロントはブレンボです。フロントはブレンボが入ってます。で、ショック、リアショックがオーリンズですね。オーリンズ、まあ、オーリンズはみんなご存知でしょうけども、こういうオーリンズがあるっていうのはあまり知られてないと思います。オーリンズっていうとレーシングショックで黄色いコイルスプリングが入っているものばかりを想像されると思うんですけども、まあ、こうしたメッキのハーレー用のものなんかも、まあ、出しているメーカーですね。はい、で、それがあって、液パイで、ホットドッグのマフラー2本出しですね。はい、でこれがですね、まあ、パッと見ああホットドッグついてるなっていう感じに見えるんですけども、このですね見てほしいのはこの裏側なんですね。裏側ちょっと見てもらいましょうか。こちらいらっしゃっていただいていいですか。裏側のこのステーですね、これをちょっと取ってもらいたいんですけど、
でこのステー自体はまあ、おそらくこの材料になっている金属そのものはそこまで珍しいものじゃないんですけども、これもう全部磨き入ってるんですね。全部表面に磨いてます。これメッキじゃないですね。で止まってるボルト、これロックナットの中でも割と航空部品とかでセスナなんかに使われているナイロンロックナットっていうのを使ってますね。ナイロンかな、あ、ナイロンですね。ナイロンロックナットを使ってますね。ものすごいこうしっかりしてますね。こういうところのこういう見えないところの部品に非常にこだわりを持ってカスタムをしてやると、まあ、そういった印象を私は非常に受けるんですけども、はい。でこのシートも社外品ですよね。社外品のシートですね、これですね。スタイルという名前が入ってますんで、まあ、純正ではないでしょう。で、ホイール、まあ、ホイールちょっとメーカー不明です。で先ほどのようにですね、パールの入っているクリアで、上からコーティングされてます。でコーティングされる前はちゃんと表面に、これ最初メッキかと思ったんですけど、メッキじゃないです。メッキじゃなくてアルミムクを全部根性で磨き上げた上をクリアで拭いてある感じがしますね。まあ、間違いなくそうでしょう。でそういう状態になってます。でメーカー不明ですけども、おそらく、まあ、ドイツ製じゃないかと言われてます。で、まあ、タイヤがですね、リア200が入ってますね。でフロントはこれ19インチ今履いているので、おそらく、ホイールそのものはインチアップでしょうと思われますね。はい。でおそらくですね、リアのホイール200、標準が180なんですけど、まあ、これが限界じゃないかなと、まあ、これ以上太くしようとするとこの辺のウィンカーステーとかにちょっと当たっちゃうかなというイメージがありますね。もうとにかくその細かいところ一つ一つにですね、非常になんか考えてカスタムをしてあるというようなオートバイです。多分車体価格よりもですね、カスタム部品にかける金額の方が非常に高かったんじゃないのかなと、そういう印象があります。ただそのカスタムってやりたい人がいて初めて価値を生むものではあるとは思うんですけども、そんなに普通の人が思う、カスタムっていうんですかね、吊るしが嫌だからちょっと変えてみたいというようなカスタムから大きく外れたオートバイではないと思います。一つ一つの部品をですね、磨いてみたい、磨き込んだり、あとは普段よりも、少し高い部品に変えてみたりとか、まあ、オーリンズなんか少し高いところの話じゃないですけども、そうしたことがされている、オートバイで非常にイメージは僕としてはいいと思いますね。例えばそのレアのショック、ノーマルじゃ嫌だって言ってメーカー不明のよくわからないふにょふにょのバネみたいなショックにこう変えちゃうとか、リジットにしちゃうとかですね、それはちょっと違うと思うんです。だそれをですね、こうみんなの憧れオーリンズに変えてみたいとかですね、まあ、みんなの憧れホットドッグに変えてみたいとかですね、まあ、そういったものがですね、非常にあちこちに使われているというのがですね、いいんじゃないかなと思います。すみません、ちょっと移動させて反対側を撮りますね。よいしょ、よいしょ。よ、ジャフが取れちゃう。で、今ですね、私は足立にあるラスペランザのショールームにおります。ラスペランザという会社はですね、私がこのオートバイの仕事を始めるにあたってですね、一番最初からお世話になっている私の先生がやっている会社ですね。で今でもこのように仕事を一緒にさせていただける機会を、頂戴しております。はい。僕が始めた時はこんな動画なんかありませんでした。 YouTube も全然あるのかないのか分かんないような時代でした。で、まあ、今となってはですね、インターネットはさらに動画とか動画配信、まあ、YouTube ですか、あとは SNS と発達して、ようやくそのインターネットですね、ものをこう発信していくというものに対してはようやくインフラの整備が整ってきたのかなというような、時代背景があると思うんですけども、まあ、そういう中でですね、我々非常に高いもの、高価なものを扱っています。まあ、このハーレーなんてですね、まあ、もちろん、3桁万円、3桁、100万、200万、新車の時はもっと高いかもしれないですけども、そうした非常に高価なものを扱います。でもちろん、店頭でですね、物を見て、買うというのが大昔ではですね、オートバイ自動車の世界では常識だったわけなんですけども、今はまあそうも言ってられません。なんで身近に売ってないわけですから、みんな調べるときは絶対これとか、まあ、これなわけですね。
でそこで、まあ、買うにあたってですね、物がいいというのは我々はそれはまあ当然だと考えます。物がいいのは、まあ、物がいいというかそれがきちんとした性能を発揮するというのはまず当然のことなんですね。まあ、それを発揮してない部分についてはちゃんと言いますし、それをきちんと仕上げてお渡しするそういう話についてはもうきちんとさせていただくことはできます。まあ、それはまあ本当当然のことだと思うんです。でそれを買うにあたってそれを何を気にするかというと、今このオートバイをハンドルしている、まあ、我々ですねがどういう組織でどういう人間で、どういった趣向の人間が扱っているかということがですね非常に重要なんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとそれを踏まえてですねこの店内を撮っていただきたいんですが、じゃあマー君ちょっとこっち来ていただけますか。今今日カメラを握っていただいているのはマー君です。このアスペランドの社長のいとこにあたる人ですね。じゃあこちら側を全体をちょっと撮ってもらいたいんですけど、今私が立っているところはですね、背景になっているショールームの中ですね。今まあ、ホワイトベースとして出させていただいているこのトライアンフとかですね、あとは、まあ、ハーレー FLK ですね。あとは、まあ、この辺はここのオーナーさんの、自分のオートバイ、自分のハーレーになりますけども、まあ、こんな形でですね、個人的にもハーレーを所有して、やってらっしゃると。こちらのハーレーももちろんマフラーがホットドッグですね。みんなの憧れホットドッグをつけてます。はい、これは売り物じゃないですよ。こちらもかなりカスタム引っかかっているオートバイです。これは売り物じゃないです。はい、こうやってやはりですね、まあ、宣伝時代はちょっと私がやらせていただいてはいるんですけども、実際その物が置いてあるのはこの足立のショールームになります。まあ、僕のホワイトベースに置かせていただいてもいいのかもしれないんですけども、正直ですね、こんな高いバイクをですね、うちの、お店に置くというのはですね非常にセキュリティ上不安がございますので、こちらのですね完全にセキュリティが入っているショールームで、エアコンつけっぱなしの状態で、保管させていただいております。はい、じゃあ、商品説明に戻りますね。まあ、そんな感じですね。でハーレーがもともと好きで、扱っているお店です。なので、いろいろですね不明点分かんないことあると思います。で私も、ある程度のことについては知識がございますけれども、もし私で、不足の分があればですね、このラスベラドの社長はですね直々に、何時間でもお話をしていただけるそうなのでよろしくお願いします。お、危ない。ではちょっと反対側を通りましょうか。こっち側来てもいただいていいですか。はい、で割とちょっと口頭での説明が多くなってます。というのはですね、いつもやってるみたいにこう走って、うわー綺麗にうまく走るよ、しっかり走るよっていうのが重要なオートバイじゃないからですね。まあ、もちろん走ります。もちろんエンジンちゃんとかかりますよ。やってみましょうか。普通にかかります。もちろんエンジンちゃんとかかりますし走れますけれども、それはできて当然と思ってください。大丈夫かな。あ、オーディオの音ですね。なんかピーポーピーポー聞こえたんで、ちょっとビートが作動してしまったのかと思いました。はい、で、何が言いたいかな。まあ、でも V ロッドが欲しいっていう人がそのハーレーがどういうものか知らないっていう人はあまりいないと思うんで、そのハーレーに乗ってこう走る操作感がどうのっていうのはちょっと本当に今日は割愛させてください。というのはですね、もう一点ちょっと理由がありまして、ここ昨今ゲリラ豪雨が非常に半端なく降っております。でこのようにエアコン管理の室内でこう管理をしているとですね、ちょっと雨に濡れただけで商品価値大きく下がってしまうというそう我々の思いがあるんで、このような天気の不安定な日で表で走らせるというのことはちょっといたしておりません。申し訳ない。はい、で、こっち側この辺撮っていただけますか。面白いですよね。V ロッドになるとですね、それまでのハーレーと大きく違って、まあ、もちろんインジェクションで、それからツインカム、インジェクションでツインカムですね。でそれから水冷で、もう一つ特徴的な点がですね、エンジンオイルとミッションオイルがですね、通常ハーレーで分かれてるんですが、これ一緒ですね。普通のバイク、国産のバイクと同じで一緒です。なので、オイル交換は普通に、国産のバイクみたいに3000キロ交換で、うちで扱っているのはワコースプロステージですね。で、交換することができます。でこちらの、クランクケースのカバーですね、
それからここの、チェーンじゃないな、ベルトカバーですね。もうみんな社外品で、で先ほど申し上げたように、こことこことここはちょっと、こことここは同じメッキです。でここはちょっと違いますね。これあのまたアルミ削り出しなのかな、アルミかな、カバーがですね、要するにさっきのパールエリクリアですね、それで保護されている状態ですね、はい、で、もちろんこういうところからのオイル漏れとかも全然ないですね、はい、でこちらが、あ、そうですね、こういうステップ類、こちらも社外品です。で、これあのホットドッグのですね、シフトベラルですね。で、このなんか爪削れそうなこのアルミ削り出しステップ、これもそうですね。で、まあ、ちょっとだけ気をつけてほしいというのはですね、まあ、先ほどのですね、このあのラスプランザのオーナーの井野さんがですね乗ってる、スポーツスターですね。で、同じようにホットドッグの、ステップがついてるんですけども、まあ、これのせいでですね、結構靴に穴を開けてしまって、新品の靴1週間で穴開いちゃったとかですね、そういうことがあるので、まあ、見た目かっこいいんですけども、もしこれを乗る際にはですね、靴にそのシフトペダル用のカバーとかですね、あとここになんかこう靴下みたいに乗るかぶせるやつがあるんで、それをこうやった方がいいかもしれないです、はい、あとはそんなもんかな、はい、じゃあ立ち上がっていただいて、であとはまあ走行距離約1万444キロ、約1万キロですね。で、セキュリティが入ってていますね、はい、で走行距離1万444キロで、車検がですね、25年8月までついております。はい、そうですね、ハーレーが車検が、25年8月、もしですね、まあ、約1年はありますけど、車検切れたらですね、当店の方にお持ちください。そうすればうちの方で車検の方はもちろん取らせていただきますので、あとですね、整備やカスタム等に関してもですね、もちろん、ご相談いただけます。うちの店で直接いじれるというほど高慢ではないです。そこまで、ふんぞり返ってはいないです。当方のですね、関係各社の中でお付き合いをさせていただいているですね、取引先のですね、マルタスガレージさんというところがあるんですけども、そちらで、我々の扱っているハーレーはですね、全てメンテナンスを行っております。なので、当方にご相談いただければですね、一通りのメンテは可能です。はい、ただちょっと多少時間はいただくかもしれないけど、そこは申し訳ないんですけども、外車ということでご了承ください。はい、じゃあすいません、こちらにまた戻ってきてもらえますか。はい、いや、しかし、あとこれですね、もう僕も昔からこれなんだろうと思ったんですけど、これウォーターポンプの、これがポンプで、これが前後にこういう風な形でホースが入ってますね。で、内側を通ってラジエーターに行くというような形になっております。ちょっとシートを開けてみましょうか。こんな感じで開きます。で、ここからガソリン入れます。これダミータンクなんで、ここの下にですね、ガソリンタンクが入ってますね。ほっ、こうやって回して開きます。鍵はついてないです。で、アンリーデッドフューエルオンリーと書いてありますね。これはどういうことかというと、無塩ガソリンのみお使いください。でも有塩ガソリンは手に入れる方が難しいと思うんですけども、おそらく一応プレミアム限定みたいなことは書いてないんで、まあ、レギュラーでもいけるんじゃないかなと思うんですけども、このオートバイ、この個体に関しては廃翼が入ってます。で、なんでですね、外車に廃翼を使うのかという、点についてはですね、別にレギュラーでもいいんですよ。向こうで売られている時もレギュラー指定なんですけども、日本で扱っているガソリンとですね、海外で扱っているガソリン、オクタン価が微妙に違うらしいんですね。
海外のレギュラーっていうのは特にアメリカとか欧州圏ですね、欧米圏 のレギュラーっていうのは日本のレギュラーガソリンよりも若干オクタン価が高くて、そのハイオクトの真ん中ぐらいらしいんですね。なので日本のレギュラーを入れてしまうと調子が悪くなるという話があるんですけども、僕は若干違うと思うんです。何かというとですね、日本のガソリンスタンドって、まあ、全部が全部じゃないですけど、日本のガソリンスタンドっていうのはちょっと不正ガソリンやってるところが数店舗ございます。で、灯油が混じってるんですね、灯油とか軽油とかで量増やしてあるんです。で、レギュラー指定のオートバイとか車にそれを入れてもですね、あんまり分かんないんですよ。ただですね、それを、1回でもやってしまうと非常に車もバイクも調子が悪くなって煙もくもく吹くようになります。で、レギュラー指定のバイクっていうのはレギュラーガソリンでちょっとその不正ガソリンであってもなんとか走っちゃうんですね。だからそういうことをやるわけなんですけども、でもハイオク指定になってる車にレギュラーもしくは不正レギュラーガソリン入れてしまうと非常に調子が悪くなってしまいます。下手したらノックを起こしてピストンに穴とか開いて壊れちゃいますね。なのでハイオクに関してはバレるので不正ができないんです。なので、ハイオクの方が信頼性があるということでハイオクを入れたりとかしてますね。ホワイトベース、武蔵村山のホワイトベースで扱っているですね、扱っているというか今私が乗ってるんですけども、ランナーとかですね、あとドカティとかですね、あの辺はもう大体私給油するときはハイオク入れさせていただいております、はい、あんまり別にハイオク入れたかって調子変わらないですよ。ただその日本の国産のオートバイで XJ とかあの辺のちょっと古い、4気筒ですね、圧縮比の低いバイクで、ハイオクを入れてしまうと逆に調子が悪くなります。すぐ被るようになりますので、それはお気をつけください。レギュラーが悪くてハイオクがいいというわけではないです。素材がちょっと違うだけですね、という違いです、はい、というようなちょっと余談だったんですけど、よいしょ。いや、しかしこのバイク確かその400キロぐらい、重量としてはあります。しかしですね、やっぱりこう起こしてまたがってしまうとほとんど本当に重さ感じないですね。よく勘違いしている人がいるんですけども、重いバイクは力がないと扱えないんじゃないかと思っている人います。それ間違いです。重いバイクが重いのはここまでです。ここからはもうあと軽いです。どんくらい軽いかやってみましょうか。お、真ん中だとほら指一本で支えられる。本当すいませんね、本当はこう脇に置いて指一本で支えたいんですけど、おっとって言った時にですね、ちょっと潰し合い引かないでまたがってやってますけども、でも本当に400キロの重さが私にかかってるとしたらこんな感じで支えること無理ですよね。なのでそこを分かっていただければと思います。はい、というわけでですね、本当は走ってるお姿を姿をですねお見せしたいんですけども、実際走行テストはしてます。今カメラ持ってくれてるですね、マサト君がですね、50キロほど、走行テストをいたしております。でその後でもう、舐めるように磨いてですね、舐めて磨いたわけじゃないですよ、舐めるように磨いて今のようにこのショールームの中に保管というふうになっております。はい、というわけでですね、ハーレーダビッドソン、V ロッドの、フルカスタム車ですね。かなり私の個人的な印象ではかっこいいと思います。あんまり売る側がかっこいいとかなんとかって言っちゃいけないと思うんですけども、それでもやっぱかっこいいと思います。ぜひ気になってる方いたらですね、足立のこのショールームにいらしてください。雨の日でもご見学いただけます。駐車場もございます。どうぞよろしくお願いします。